みーちゃんの数え歌、遊び歌。この紙芝居には、昔懐かしい数え歌、遊び歌が出てきます。一緒に遊びながら、歌ってくださいね。みーちゃんは、今日おばあちゃん家に遊びに来ました。 みーちゃんのおばあちゃんはたのしいあそびをいっぱいしっていますほーらーみーちゃんほうきだよおばあちゃんすごーいおばあちゃんはあやとりでいろんなものをつくってくれましたおてだまだってはい この通りおばあちゃんはポンポンお手玉をしながら歌を歌いますその時みーちゃんいらっしゃいみおちゃんおかえり」いとこのみおちゃんが学校から帰ってきました。 みおちゃんは小学1年生。みーちゃんはみおちゃんより二つ年下ですみおちゃんが帰ってきてみーちゃんは大喜び「みーちゃんまわりつきしよう」ほらこうやって「てんてんてんまりてんてんまり」 みおちゃんは上手にまりをつきます。でもみーちゃんは。ポン。ポン。ポン。ああ。できないよ。難しいよ。まだ上手にまりがつけません。みなさんは小さい頃。まりをつくときどんな歌を歌いましたか。 では今日は「あんたがったどこさ」の歌を歌いましょう知っている方は一緒に歌ってくださいせーの「あんたがったどこさひごさひごどこさ熊本さ熊本どこさ千羽さ千羽山にはたぬきがおってさ」 「それを漁師が鉄砲で打ってさ」「煮ってさ」「焼いてさ」「食ってさ」「それをこの葉でちょいとかぶせ」あれこの歌随分「さ」が多いですね。今度は「さ」のところを手をたたきながら歌ってみましょう。せーの。 あんたがたどこさひごさひごどこさくまもとさくまもとどこさせんばさせんばやまにはたぬきがおってさそれをりょうしがてっぽうでうってさにってさやいてさくってさ それをこの歯でちょいとかぶせみーちゃん今度はこれして遊ぼうあれ二人は何の遊びをしているかわかりますか手をパンパン上手にリズムに乗ってせっせっせのよいよいよいで始まるあの遊び そうそう、せっせっせですね小さい頃よくやりましたねこの遊びの時はどんな歌を歌いましたかでは今日は茶摘みでいきましょう知っている方はご一緒に歌ってくださいせーの 「なつもちかづくはちじゅうはちや」「のにもやまにもわかばがしげる」「あれにみえるはちゃつみじゃな」 にすげのかさ」「ひよりつづきのきょうこのごろ」「こころのどかにつみつつ歌うたう」「つめよつめつめ」 つまねばならぬ。つまにゃにほんのちゃにならぬ。茶摘みの遊び方は、お隣の方とせっせっせをしながら歌ってみましょう。とんとん。 のところは両手を使って同時に相手の手のひらを叩きますさあおやつだよおばあちゃんが火鉢で何かを焼いてます何でしょうそうですこれはかきもちですおもちを干して乾燥させたものですね パリパリ熱々おばあちゃんおいしいみーちゃんも大喜び次から次に焼けるかきもちをカリカリパクパク食べてますああ一枚残ったみーちゃんじゃんけんでどちらが食べるか決めようよ あ,あ「ちょっと待った」おばあちゃんが言いました「いいかい」「両手を軽く握って前に出してごらん」「歌に合わせておばあちゃんの指を入れていくからね最後に指が止まった人が食べるんだよ」さあおばあちゃん 何の遊びを始めるのでしょう。そうですね。ずいずいずっころばしですね。令は始めますよ。知っている方は一緒に歌ってください。せーの。ずいずいずっころばしゴマミソズイ。ジャッツボーに覆われてと。 ぴんしゃんぬけたらどんどこしょ」「たわらのねずみがこめくってちゅう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 おっとさんがよんでもおっこさんがよんでもいきこなしよ」「いどんのまわりでお茶碗かいたのだあれ?」 ずいずっころばしこの歌は将軍様にお茶を献上する行列お茶壺道中の歌とされていますみーちゃんのお母さんがみーちゃんを迎えに来ましたバイバイみーちゃんまた遊ぼうねバイバイみーちゃんまた来てね みーちゃんとみおちゃんの元気な声が夕暮れの空に響きました。おしまい